ロイドご飯の時間がやってきました、はい、イエーイ、はい、本日はですねカタール、はい、コーポの、うん、機内食を紹介したいと思います、うん、これがね、うん、思ってめっちゃ美味しかった、うまかったね、いやもうマジマジです。でね、あの2種類あったじゃないですか、うん、で僕洋食頼んで、うん、あやちゃんは和食、うん、和食でした。阿部くんは洋食、洋食頼んだじゃないですか、うんうん、はいはい。で、阿部くんは洋食来たけど、うん、付け合わせ全部僕あれだったんですよね、和食の付け合わせが来ちゃったんですよ、うん、いやこれは大丈夫かなと思ったんですよ、うん、でね、思って、うん、大丈夫かなと思ったら、うん、いやいやいや、またこれが、うん、うまい、はいまかった、びっくりしたあったんですよね、よかったよかった、うまかったでしょ、うまかったよかった、うん、まあその模様をですね、はいはい、結構興味あると思うんですよ、はい、機内食って、うん、はい、それをちょっとね、VTR に収めてきましたんで、はい、はい、じゃあ一緒に見ていきましょう、見ていきましょう、それではスタート、スタートこれがね、多分ね、和食なんですよ、あやちゃんの爪でしょ、これメバル、そう、ね、メバルです、これが、こんなでっかいメバル、なかなかないよ、うん、タイかもか、そうそう、タイかと思ったぐらい、ちょっと見てもらってメバルでした、こっちが、こっちもあやちゃんの爪です、はい、私が撮ってるので、そうですね、はい、なかなか開かないんですけど、これがラグーです、ラグーです、牛肉のラグー、ラグーかな、ラグー、まあラグー、これ美味しそうだよね、ラグーです、はい、こっちもう一回見てみましょう、メバル、はい、こっちこれでも美味しそうだね、メバルね、これ米、これかなり肉厚やね、肉厚、うん、でご飯もすっごく透明感あって、これすごい感じ、うまそう、これがサイドディッシュね、サイドディッシュって言うんですか、サイドディッシュって言わないかな、副菜か、いやだからね、牛肉のラグやったらそばがついてきたそう、もう隣で見てあれなんでなんかなと思って、ほんとこれはポテトサラダのはずだったんですよ、茶そばだからね、ほんで、まあ後で阿部君のポテトサラダ食べて、まあどっちでもよかったなと思ってまず今、うん、さあだからさ、うん、メニュー書かへんかったらいいよね、そうだね、ほんとそう、何が来ても OK と、まあ、そういうわけにはいかないでしょうけど、ほら、うまいって言ってるんですよ、そう、これ、うん、これね、肉も柔らかそうだったね、そう思ったより全然うまい、うん、野菜も結構しっかり入ってましたね、これはうまいって言うよ、これうまいって言って、うまいが連発してる、これ付け合わせ、これがね、春雨サラダ、ね、マジでうまい、いや、おかわり欲しかったあ、マジでこれ食べなかったか、これ俺洋食来たから、あ、なかった、そうか、そうか、まっちゃんはどっちも食べてんだよね、あ、そうだよね、うん、ちょっとごま油が効いて美味しかったです、これは、うん、美味しそう、うん、メバル、ね、さあ、来ましたメバル、メバルね、またこの端が端がね、端って割るやつじゃないんですよ、中入ってるのは、うん、ちゃんとしたやつを入ってるのが日本刀に離れてるね、そうだ、お端しっかりした、じゃあいただきます、はい、さあ、はい、ふっくらしてくれます、これどんな味ですか、これはね、ちょっと照り焼き風かな、照り焼き風、照り焼き風、メバルの照り焼き風、照り焼き風、なんていう、ちょっと醤油っぽいっていうか、甘辛、甘辛もしてないです、これ、あれですか、結構油乗ってました、油はね、乗ってたと思う、本当にだけど、あの身がね、とにかくパサパサしてなかったので、ふっくらしてました、すごくうまそうだな、ね、美味しかったんだよ、これが、出汁がそうな顔してるもん、阿部君がまたビールをね、そう、僕もね、食的に遅くたり遅かった、ね、横で見ながら飲むしかなかった、うん、いいですね、いやね、うん、これから旅に出る、うん、ね、その前ですから、うんうん、結構お腹いさん、ちょっとね、ご飯欲しかったんだけど、洋食はご飯とかパスタなかったんですよ、パンとかなかった、
パンもね、なんかね、どこから来たか、パンついてるパンなんですね。これあったよ。これなんですか。これはパンです。目玉一回拭いてパン、やっぱり適当じゃないですか。パン、今ほらちぎって食べてるじゃないですか。パンです。パンついてへんかったって、ちょっとおもろいやないかみんな。大きな椎茸でございません。最後はあの余ったからって言って、あの焼きそばもらってる人いました、小浜先生に。本当に、うん、余ったからあげるなって。え、くれるんですか。うん、あげてた。このミルクですよ、これ、うん、これ、意外なんですよね、あげて入れたら液体なんです。この、なんていうか、このセミ、なんていうか書いてあったんです。書いてあったんです、これね、こんな感じ、初めて見たでしょ。めっちゃ粉とかだもんね。そう、あとは日本のもかかったけどね。まあこんな感じで、ちょっと暗すぎたね。あ、そうね、機内がね、暗すぎてちょっといまいちよくわからなかったですけど、美味しかったことは事実です。本当です。僕はなんかパンだね、本当美味しくてちょっと待ってくれるか、ちょっと待ってくれるか。あれ、パンあったっけ。びっくり。俺もびっくりしたわ。パンね、本当記憶って不思議ですね。いや、俺でもごめん、ちょっと待って。でも頭の中で愛ちゃんのご飯を、席がね、僕、まっちゃん、愛ちゃんだったんですよ。遠くのご飯がすっごいずっと食べたかったの。で、ご飯と思いながらパン食べたから、忘れたのかな。まあまあ、そういうことですね。今回の VTR はここまでということで、はい、カタール航空の機内食でした。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。またまた。アディオー。